え皆さんこんばんは安倍晋三です、えー、お招きをいただきありがとうございます米国やアジア諸国からも多くの皆様にお集まりをいただいたことを嬉しく思います日本をぜひ楽しんでいただきたいと思います私が政権を奪還してから4年余りが経ちましたその前の日本は当時の民主党政権下において諦めの気持ち 悲観論で覆われていました経済はデフレ。国際的な場でも日本はその存在感を示せないでいました。人口が減っていくのだから成長はできない。もう日本はたそがれを迎えている。私たちの前に諦めの壁が大きく立ちふさがっていました。 当時は株価も最近の半分を割る8000円台、私はこの壁に挑みました。日本を取れます。結果はどうであったか。この4年間、私たちの経済政策によって名目 GDP は9.5%の成長を遂げ、47兆円も増え、過去最高の水準に ししました前の政権時代に29万人も減った雇用はこの4年間に人口が減っているにもかかわらず185万人増えましたしかも82%は女性です出場率は2.8%とほとんど完全雇用の状況です正規雇用も最近の2年間で 七十九万人も増加をしました。まあ、ちなみに私たちが政権を取る前は、正規雇用は五十五万人減っていたわけであります。訪日する外国人客も増えました。私の政権発足前には年間八百万人でしたが、昨年には三倍の二千四百万人になりました。政権発足直後にビザ要件の 免除や緩和、免税制度の改善も断行しました。日本国民のおもてなし運動も勢いを増しています。2020年のオリンピック・パラリンピックイヤーには、訪日客4000万人を目指します。税税税収収もも国税は政権交代以降15兆円増えていますし地方税収も すべての都道府県といえば有効求人倍率も1.0を超えるつまり職の数が仕事を探す人の数より多い状況ですすべての県でそういう状況が生まれましたこれは史上初めてのことでありますこの状況が続けば賃金銀水準も上がっていきデフレからの脱却も近づいて 国会の審議でも2017年度予算審議は日程どおりに進み、原案への修正もなく予算は成立しました。成立を受け4月から雇用保険料率が下がり勤労者の可処分所得は増えますし大学生や子どもたちのチャンスを増やす新たな奨学金制度や 解消プランなども動いていてますでに国会には8本の農政改革法案が提出をされていますすべてが成立をした暁にはかつてない規模で農政改革が実現します働き,方働き方改革でも最終案がまとまりこれから法案を仕上げていきます 若い世代が仕事と育児を両立できるように、新年度予算の活用により、保育所の増加、保育士の待遇改善にも拍車がかかっています。ご両親の介護のために意欲を持つ方が仕事を断念することはないように、介護施設の充実や介護士の確保にも取り組んでいます。企業に目を移しますと、 私の政権発足後の4年間で、収益の増加は22兆円に達しています。それが企業の中に滞留して、成長を止めてはなりません。私は、賃金を増やして、社員の購買力を強めること、大企業と中小企業の取引刊行の徹底した適正化を呼びかけ、成長の果実が 全国に行き渡るよう全力を挙げていきます。税や社会保険料の支払い、各種の給付を通じた所得再配分後のベースで見ると、人件係数も加工気味です。また収益が未来への投資に回る環境づくりも進めています。こうなれば、消費の増加や生産性の向上につながります。今後も 経済第一、デフレから脱却する、そのために金融財政構造改革の三本の矢を居続けるとの私の方針に全く変化はありません。日本の経済成長と国民生活の安定は世界経済との協力と提携、連携なしに語ることができません。平和と安全の確保はそれらの基盤です。そのために 日米同盟を強化し、アジア太平洋諸国との外交の幅を広げていることも私の一貫した政権運営の基本です。支援に乏しく、周囲を海洋に面している日本は、早くから海外での活動,に活動を積極化してきました。大企業、中小企業問わず、アジア諸国では国づくりに協力し、 欧米では現地の雇用づくりに貢献しながらビジネスを拡大してきました2週間前にも ADB の新基金への4000万ドルの拠出を表明しました環境や交通インフラで高度技術の導入を進める取り組みです質の高いインフラ整備を進めるためにすでに発表している2000億ドルの新金供給も 本本年中に動き始めますす私は日本の首相だからジャパンファーストですただし、ただしですね、ただし、ここからよく聞いていただきたいんですが、ただし、私の言うジャパンとは、グローバルの繁栄と平和とともに歩むジャパンです。昨年以来、多くの国で総選挙や 国民投票がある新しいリーダーが誕生しました G7 だけでも英国米国イタリアフランスでそしてまた先週にはお隣の韓国で各国民の選択に世界のジェモクが集まった一年でしたその中で重貿易への会議や社会のあり方などの問題が注目されました 英国やドイツでも総選挙が続ます秋が進むと中国では最高幹部人事来春にはロシアで大統領選挙です私は一貫して自由貿易を強調しています人々の創意や工夫が存分に発揮されその成果が国境を越えて広まることで豊かな社会の発展が 世界に広がることを期待できるからです。加えて、地球温暖化、迫り来る高齢化など、世界全体がさまざまな難題に直面している今こそ国境を越えた人々の多様な知見や経験の交わりが解決の鍵となります。各国の政府がなすべきことは、人々の活動の障壁を減らし、 イノベーションの成果をを正当に守るる仕組みを強めることです自由貿易を着実に進めるために影響を受ける産業では適切な期間を置きながら改革を進めます。また中小企業や日本の食の海外での活躍の場づくりにも努めています。多くの国がルールを共通にすれば通関や移動のコストの低下も 期待できますただ一方が黒字を得れば一方はマイナスを受けるといったゼロサム的な発想で考えるべきではありません。今世紀に入り多くの新興国や途上国が WTO に入りました。しかし国によっては国内への技術移転を強制する国有 企業を自立できないルールを決めても遵守しないなど不十分な執行が続いています知的財産権の保護ルールも世界でイノベーションが必要とされている今こそさらに強めなければなりません TPP はこれらの懸念に応えうるものに仕上がっています だから TPP が世界の成長センターであるアジア太平洋地域で必要だという私の核心に変化はありません。今週末、署名した11カ国の担当大臣会議が開かれます。議論の進展を期待しています。米国とは先月、ペンス副大統領と麻生副総理が日米経済対話の 初会合を開催し貿易及び投資のルールと課題に関する共通戦略を議論していくことで一致しました日米間の貿易投資の流れを加速し増強していくのみならず高いレベルの公正なルールを日米基軸でアジア太平洋地域に広げていきたいと考えます 最後に今後についてお話をいたします。少子高齢化で人口が減る、この国の成長は大丈夫か、と皆さん思われるかもしれません。これまで出生率、出生率向上の目標の設定はタブーでしたが、私の政権で2020年代初頭までに希望出生率1.8を目指すこととし、現在、 保育サービス拡充などを進めていますまた私は人材への投資を重視します。ロボットや AI の導入を促すことで人間が生産力を装備してより多くの成果を上げられるようにしていきます。外国人労働者についても専門技術を持つ方々を中心に受け入れ準備を、受け入れを進めており、 昨年初めて100万人を超えました。私が目指すところは全ての国民が存分に力を発揮できる社会。一億総活躍社会の実現です。日本流のインクルーシブな社会です。そこでは一人一人が光を放つ。女性の活躍こそが日本経済上昇の鍵です。 女性の持つ豊かな経験や工学歴はまだままだだ眠っています女性の雇用数だけでなく責任ある職場の指導者としての女性を増やしていきたい今年はハーバードビジネススクールの協力を得て幹部候補の女性が学ぶ事情も始めました多様な価値観と一人一人が持つ経験が 混じり合うことでイノベーションが進み新しい価値を持つ精神サービスさらには社会のシステムが生まれると信じています無論気を抜くことは許されません北朝鮮は国際社会の強い警告にもかかわらず一昨日またもや弾道ミサイルの発射を強行しました北朝鮮からの脅威は一段と 高ままっていますテロも世界中に広がり、相次ぐの暗躍も後を絶ちません。私たちがこれまでにない緊張感を維持し、国際連携を強めなければなりません。平和、安定なくして、成長、繁栄はありません。北朝鮮からの脅威だけでなく、東シナ海や南シナ海では、地下による 一方的な現状変更の黒みもやみません法の支配が犯され航行の自由も脅かされていますこうした中で日本は米国とかつてなく同盟の絆を強め首脳から防衛の現場に至るまで連携を密にしています ASEAN 諸国に対しては海上警備面での能力構築支援をはじめとする 海洋安全保障協力を深めています来週末には、新たにトランプ大統領、マクロン大統領、メイ首相を加えて、ジェントルーニー首相を議長に、G7 サミットが開催されます。普遍的価値を共有する首脳たちが結束を強め、世界が進むべき道筋を明らかにする。 1>, 1年前の伊勢志摩サミットの議長として、またこれまでのサミットでの経験を生かして、貢献していく考えであります。ごご聴ありがとうございました。 総理どううもありがとうございました今お話の中で日本の経済そして経済関係についてかなり触れられたんですが23質問をさせてください特にその点について国際経済の状況についてですでに2度トランプ大統領とも会われたわけですよね大統領に就任されてからいろいろな意味でかなり良い関係を アたれたル・ランカー派でそのゴルフもプレーされましたどちらが勝ったのか分かりませんが。 非常にに良いいいいい関関係係を構築されれれてててるととうことそれから先ほど日米関係の重要性についても触れていた,だきました,ただ彼を説得させることはかなわなかったようですね。すなわち選挙運動中に TPP から脱退するという約束をしたその点について覆すことができなかったかなり TPP について批評をしている国際的な貿易取り組みについてもトランプ大統領は批判をしているわけですがトランプ政権は今国際的な経済関係を見ている。 でロス商務長官派がかなり日本の過去の政策についても批判を加えています。日本はかなり大きな貿易黒字を抱えてますよね、700億ドル、メキシコよりも大きい、で中国に次ぐ水準であります、アメリカの赤字という意味では。で、自信を持っていらっしゃいますか建設的な貿易関係をアメリカと持つことができると思っていらっしゃいますか でトランプ大統領が非常に重視している、いわゆる公正な貿易ということに、そして少なくとも貿易赤字をなくす、あるいは減らそうとしていることについて、いかかがでしょうか私はですね、私はですね日米において、ですねいわば経済協力関係をですね発展させていくことができると、お互いウィンウィンの関係を作り上げて ここととができるとこう確信をしておりますトランプ大統領と私はすでに大統領就任前の昨年そして就任後の2月10日に首脳会談を行っておりますがその際いわば現在のです、ね、日米の貿易通商の状況についてお話をしました、まあ、例えば自動産業にしてもかつてはです、ね、かつては日本が集中合理的な輸出をしているという批判があり日米の 貿易摩擦が存在し,まし,たしかし今やあ日本の企業はですね、えー、米国に工場を作り米国で雇用をしっかりと確保し米国の経済の発展に貢献をしています、えー、そして例えばあるいは、えー、為替の変動によってもですね安く売ってシェアを広げるということは一切やっていないわけでありまして、えー、日本のこの米国とのですね、えー 貿易経済関係はこのように大きく変化をしているということもトランプ大統領にも説明をしよく理解をしていただいていると思いますそして日本は英国に続いてですね米国に対する直接投資米国で雇用を作る投資大、えー、ナンバー2大変大きな額を投資をしています、まあ、そうしたことも話しながらですねそしてそうした関係をさらに発展させていくにはどういうことをしていくべきかということについてですね 枠組みを作って話をしていこう、まあ、ペンス副大統領と麻生副総理の間で話をしていこうということで、先般、ペンス副大統領が来日をされたわけでありますが、まあ、自由で公正なルールを日米で作って、ですねそれをさらにアジア太平洋地域に寄りていこうということについては、貿易経済のルールとしては、ですねルールを作っていくということについては、一致をしたわけであります。 また例えばインフラにおいても鉄道をはじめですね鉄道やインフラ等々についてもですね個別この案件についてもですね協議をしっかり進めていこうということでこれは一致をしたわけでありまして年内に2回目のですねこの ASO ・ペンスの協議を進めていこうということになっておりまして私は間違いなくですね両国の国益にかなう これは議論になっていく、また結果を得ることができると思っておりますト・ランプ大統領は2国間の通商協定の方が他国間 TPP よりも良いということを示しています。NAFTA のようなものよりも倍が良いと。ここで可能性として倍の日米 FTA 可能性はいつかありそうですか、トランプ政権の間に。我々はですね、日米のですね、倍の。 この FTA、EPA 等について、ですねこれは決して否定しているわけではありませんが、それありでもないんですが、さ、えー、まざまな選択肢をですね念頭にですね何がベストかについて議論をしていかなければならないと、こう思っています。また、このいわゆる他国らについては、確かにトランプ大統領、今の政権の立場をよく了解をしておりますが、えー、今やこのサプライチェーンが存在をする中において、ですねそしてやはり、 自由で公正なこのルールを作っていくという意義、えー、このマルチのおこのお、えー、組み合わせの中においてですねそれを作っていくという意味については、えー、何回も私もトランプ大統領にですね、えー、説明をさせていただきました、えー、まあゴルフをしている間には説明しませんでしたけども <laughs> あの何回も説明をさせていただいた、まあ、トランプ大統領はですね、えー まあ嫌な顔をせずに、ネッに私の説明を聞いていただいたと、思っています TPP 自体についてはいかがでしょうか。いろいろ議論がなされているんですけれども、TPP11、アメリカを除いて前に進むかもしれない、取り決めを結ぶかもしれない、いろいろな興味深いほかの覚え交渉、例えば R 説なども含めて進んでいるようですが。 総理ご自身はいかがでしょうか。まあ少なくとも当初は TPP イレブンの合意を進めるべきと思いますがそしてやがてはアメリカ派がまた復帰するということ、あるいは TPP はもう放棄するということでしょうか。それとも復活さできると思われますでしょうか。この TPP はですね、やっぱり十カ国が相当な議論をしてきて、えー、まあ合意に至った。で、これは大変頃差しの高いものをですね実践できたと思っています。えー、高い 水準の質の高いものを作ったルールについてもそうでありますがこのルールでそうしたものを作ったということに大変な意義が私はあるんだろうと思っています私はこのモメンタムを失いたくないとこう思っておりますその中で日本がですねしっかりとリーダーシップを取りながらですねこの成果を11カ国でまどのように生かしていくかということについてですね このハノイで閣僚会合が開かれますから、ああ、いわば明確な進むべき振動ですね、示す会合にしていきたいと思っています。また、我々が TPP11 について話をするということについてはですね、あの米国側の了解も得ております。これまで今日私どもがディスカス していたものはアジアにおける米国の関与です懸念の声も聞かれました大統領選挙の あと TPP 離脱のあと中国の方がより強く主張する態度をとっている一帯一路 a i i があります米国はどうやらアジアであまり声を以前よりは上げなくなっているようだということで懸念がありアジアの他の国でも懸念があります米国のアジアの重要なアジアの経済安全保障に対するエンゲージメントが減ったと思っております伝統的な同盟国日本としては懸念があるでしょうか米国のエンゲージメントは減っている と思いますかあの私はです、ねまあ今日も、えー、ハレス太平洋軍司令官、えー、と先ほど話をしてきたところで、えー、ありますがあトランプ政権になって,なってです、ね、ある意味においては私はこの地域の、えー、北東アジアの安全保障に対するコミットメントを強くしているとこう考えています。例えばこのの北朝鮮の事態においては トランプ政権は本当に真剣に向き合っているわけでありまして。ええー、空母、まあ、カールビンソン、この空母打撃軍を派遣をしました。えー、そして、ええー。ようやくですね。ようやくということですね。もう進行中と思っていたのが、実は違うところにいたと。遅れたというニュースもありましたけど、すみません。ちょっと邪魔しまして。これはですね。まあ、戦略的な意味もありますから。<laughs> その間、いわば。<laughs> この海域に入るまではですね日本海に入るまでは自衛隊とですね自衛隊と共同訓練をしながら北上していくという意,味意義があるわけですねその間にしっかりとやるべき処置をするように北朝鮮がです、ね、対応するようにあるいは中国がその影響力を発揮するようにという戦略的な思考もあったんだろうとこう私は想像しているわけでありますがしかしいわばここまでしっかりと え示した、まあ、つまり、えー、全ての選択肢がテーブルの上にあるとの考え方をです、ねえー、言葉と行動で、えー、示したその姿勢を我々は高く評価をしているわけであります、えー。またいわば、えー、南シナ海東シナ海等のお出来事に対するです、ねえー、姿勢についても米国のコミットメントは揺るがない。またあの先般、えー、トランプ大統領との首脳会談における 共同声明においてもですね共同声明においてしっかり尖閣がですね、五条の対象になるということをこの文書で初めて書き込むことができましたし、そして北朝鮮との関係においてもあらゆる事態に対してですね、核兵器を含むあらゆる手段を使うということをこれを明確に文書に書いたということは、米国のコミットメントをより強く私は示した姿だろうと、こう理解をしております。 それでは北朝鮮についいいいて伺いたいと思いますこれまでの3年間、北朝鮮はこのミサイルの,その発射発見はこれまで以上に数が多かったこの週末にも新しいミサイルより長距離のものが発射されたさらに脅威が高まっている。 とと言えるかと思います北朝鮮指導層からで、トランプ大統領法、あるいはそのムーン大統領法ともいろいろ話し合っていらっしゃってると思いますし、中国の習主席とも話し合っていらっしゃると思います。アメリカはまだ中国に頼っているということがあります、北朝鮮に圧力をかける上で、で、これが正しい方向だと思いますか、北朝鮮の脅威を解消する上で、で、これが本当にうまくいくと思いますか、総理への印象を伺いたいと思います。 で中国を通じての外交、あるいはその安全保障のアプローチ、北朝鮮がこのアグレッシブな姿勢から後退すると思われますかもうすでに日本も米国も多くの国々がです、ね、国連決議によって北朝鮮に経済制裁をかけているわけでありますが、今、北朝鮮の貿易に占める中国の比率は8割を超えているわけでありまして、この中国がです、ね、しっかりとその役割を果たすことによって、 北朝鮮のですね政策を変えることができると、ここ我々は考えているわけであります。えー、その中においては、中国が、えー、石炭の、えー、輸入をですね、えー、ストップしました。まあまだまだやれることがあります。えー、我々としてはですね、中国に、えー、その役割を果たしていくように促していきたいと思いますし、注目をしているところであります。えー、まあ先般。 の北朝鮮のミサイルにつきましてはこのロフテルを打ってこれ非常に高く上げたミサイルでありますが高度を初めて2000キロに達したわけでありましてこれ再突入する際のですね弾頭の状況のですねこのがどうなっているかということをですね評価するという実験も行ったのではないかと我々は見ているわけでありますが。 これによってです、ね、この ICBM の技術が進んでいくことを大変懸念をしているわけであります。そうした懸念をです、ね、例えば G7 でも共有しながらです、ね、北朝鮮に強い圧力をかけなければいけないと、万が一核実験が行われた際にはです、ね、追加的な経済制裁をかけるべくです、ね、新たな国連手続きも追求しなければならないと、こう思います。 えー、その上においてもやはり中国がしっかりと動いていく中国が理解をしていく、えーまあ、そういう意味においては、えー、米中においてはですね首脳会談等でそうしたことが話,話し合われてきたんだろうと、えー、こう思っております。中中国国を活用すると中国はどう,うやら 対韓国でよりアグレッシブなように見えますとりわけサードのミサイルに対して強硬なようです中国は経済制裁を韓国に課していますこちらの方がよほどアグレッシブなように見えます対北よりも今石炭の取引の話をされましたが中国は正しい方向に行っていると思いますかあるいはそれでもまだだと思いますか北朝鮮との緊密な関係を継続したいと思っているあまり活力になっていないと思いますか 中国にとってはです、ね、一帯一路非常に重要な一帯一路の会議を開催する日にです、ね、北朝鮮がミサイルを発射したことに相当当惑をしているんだろうとこう思うわけでありましていわば中国がこの北朝鮮のメッセージをどう受け止めるかということだろうと思いますがいわばこの北朝鮮の非常に挑発的な行動をです、ね、今こそ 結束して止めなければいけない。えー、まあそのためにも、えー、日本もですね、中国にしっかりと働きかけを、えー、していきたいと、えー、思います。まあ中国日中関係で言えばですね、えー、昨年、えー、まあ広州の G20 あるいは APEC の際に無、まあ、首脳会談を行ったんですが、えー、今年は日中の国交正常化45周年で来年日中平和友好条約締結のまあ40周年になります。その機会に。 日中関係を改善していこうということで、習近平主席でも一致をしております。先ほど外国人観光客の数をお話をしてましたが、一番多いのはです、ね、中国人の観光客でありますし、日本への留学生、海外からの留学生で一番多いのも中国人であります。つまり、人と人との交流は非常に盛んでありますし、貿易相手国と,も人と,と,としてもそうですね。で、まあ、ですからその中で 中国が、例えば国際社会の期待に応える形でですね、発展していくべくですね、我々もその方向に促していくことが求められているんだろうとこう思います。and 最後に総理。 韓国でも先週、新しい大統領が誕生しました、ムーン大統領というのは北朝鮮と前任者と比べてより融和的に見えるわけですけれどもで、さらに日本に対してはより強硬な立場を慰安婦の問題などでも取っていると、で繰り返し選挙運動中に言いました、でこのパク・クネ大統領との間で2年ほど前に結ばれたその合意については破棄するといったわけです。で先週 お話をされたと承知しておりますけれどもこの問題も取り上げられたと思います日本としてはもっとこの問題について努力をする用意があるんでしょうか日本にとっても重要であります韓国にとっても重要であるアメリカにとっても重要であるとより健全な実り良い関係を日本と韓国の間で持つということが日本はもっと譲歩する用意があるんでしょうか例えばもっと慰安婦の問題について責任を認めるとか文大統領が気に入るようにそういうことになるんでしょうか 先般、ムン・ジェイン新大統領と会談を行いました。未来志向でですね両国関係を発展させていくということで一致したと思っておりますし、まあ、北朝鮮に対しても、ですね私はこの北朝鮮にとるべき姿勢についてお話をさせていただいたんですが、まあ、大体、ムン・ジェイン大統領にも了解していただいたのではないかと、こう思っております。いわばあ 対話と圧力の姿勢そしてまあ行動対行動の原則においてですね国際社会が連携しながらの挑発的な北朝鮮の行動をやめさせるそして非核化を目指していくという基本的な考え方については一致できたとこう思っております、まあ、そこで、えーまあ、長い間、鳥として刺さっていた慰安婦問題についてはです、ねえー、パク・クネ大統領との間において合意がなされたわけであります。 まこれは米国をはじめ、また国連もそうですが、多くの国々からですね、称賛されたわけでありまして、そしてこの合意は、最終的、不可逆的にこの,この問題を解決するものであるという認識でお互いが一致をしたわけでありまして、まさにこの,この問題について、お互いが約束をした、それを誠実に実行していくことこそが求められているんだろうと、こう思います。 So, clear, no、つまり、これから再交渉の可能性はないということでよろしいですかあの、まあ、この問題についてはです、ね、長い間両国の間に横たわっていた問題ではありましたが、いわば私とパク・ネ大統領が最終的には決断をしました。これはどちらかがです、ね、いわば一方的に利益を得たというものではなくて、 お互いが未来志向の環境をつくっていく上においてそれぞれが国のリーダーとして決断をした国と国との約束でありそれは国際社会がですね注目をしそして世界の人々がこの合意は良かったという表明がなされる中でこれは合意がに立ったわけであります。 Uh, ですから、今求められていることは、お互いにこの合意に従ってですねえ合意を実行していくことが求められていると、こう思います。Prime Minister, thank you very much indeed for your time. Please join me in welcoming and thanking the Prime Minister <laughs> Thank y o u r h i n p r i m e m i n i s t e r